昔、レジでありがとうございましたと海外の方にお釣りを渡したら、良い一日をとにっこり微笑まれた。Have a nice day が日本語になるとこんなにも和むのか。一日中、良い日をかーってニヤニヤしていた。外資で働いている知り合いのアメリカ本社から香川県に技術者が呼ばれることになった。みんな、そんな田舎行きたくないとのことだったのだが、知り合いはイタリア系のやつを名指しで呼んだ。そうしたら案の定、ジャパニーズパスタ最高。以降の半年ごとのメンテナンスでは俺行く。俺が絶対行く。ってなったらしい。ドイツのスコーピオンズっていう日本びいきのロックバンドが、日本人はなぜか工場の月を聞くとみんな涙する、それが不思議と言ってライブで演奏していた。海外で暮らしていた時、この歌で泣ける気持ちがよくわかった。駅から会社に行く途中でたまに見かけるキャリアウーマンっぽいインド系美人さんがいるんだけど、昨日その人がいつも通りビシッとしたスーツ&ハイヒール姿、必死にママチャリをこいでて、後ろの子供用補助椅子には美人さんそっくりで幼稚園の制服着たお嬢ちゃんがママの漕ぎに合わせてどっこいしょうどっこいしょうと可愛い合いの手を入れてて吹いた。新宿のスタバでの話。一緒にいた友人がポケットから携帯を出そうとしてハンドタオルを落とす。それを拾おうとした俺、同時に隣にいた黒人のお兄さんも拾おうとしたらしく、ガツンと頭をぶつけてしまった。俺、ソーリー。お兄さん、すいません。笑い出す友人。とも、いや、言葉、逆だろ、それ。頭をぶつけた原因が爆笑してた。ひいきというには微妙だけど、近所の定食屋で知り合った3年前近所に住んでた白人系アメリカ人。こんな田舎に何しに来たのかと思っていたら、アメリカでは疲れた。のんびり暮らしたいんだ。テンプレに語学学校の教師してたんだけど、しばらく後帰国。で、半年前に、どこかの会社に入って、日本勤務希望して戻ってきた。中心部に住めばいいのに。ここが慣れているから、と再び近所に。外見はともかく、性格はおとなしい、天丼が好きな穏やかな人だ。日本の方が僕に合っているんだ。会う国にいる方が幸せだ。最近では日本人の彼女ができたらしい。なんか永住しそうな雰囲気。